の車庫がご覧のようにだいぶ朽ち上げたままなんですよね。というのもね、これ朽ち上げて植物のような光合成を行っております。光合成を行うって昼間こうして朽ち上げてるんですけど、夜になれば朽ち倒産しています。それと途中ね、まだどこかに出るのが水管って言うんですけどね、ここから海水水分、海水ろ過し、プランクトンなどを食事してますね。それでは日本車庫がいつでしょうか。これからも移動していきますね。
肝一本、これ3個なんです。これちゃんと成長もしてね、名前もしっかりついてる3個になります。これ道焼きっていう3個なんです。全く3個に見えないんですけどね、これ注意して見てたらあちこち1回とね生息した